はいどうも皆さんこんにちは。今回は来年2021年に公開されるロバート・パティンソン主演の新たなバットマンのスーツが分かったということで、それについて詳しく見ていきたいと思います。こちら新しいバットマンのスーツに関しましては以前の動画で少しだけ紹介していますが、その時の映像はかなり暗いものでよく分かりませんでしたが、今回は撮影現場で撮られた写真ということでかなりはっきりと分かります。その現場で撮られた写真というのがこちらです。以前紹介した動画では暗くて胸の部分と顔の一部しか分かりませんでしたが、バットマンの耳の部分はこれまで以上に尖っていて針のような形となっています。やはり目の部分はくり抜いてあるのではなくて上から何かを貼っているようです。またよく見てみますと鼻の部分と頭のいくつかの部分には縫い合わせたような線があって、おそらくこれは革でできているのだと思います。そして胸のバットマンのロゴの部分はやはり何やら取り外しができそうな形となっています。これ自体が何かガジェットになっている可能性もありますし、バットマンのロゴの両方の翼が2つの銃になっているのかもしれません。バットマンことブルース・ウェインの両親は射殺されてしまったため、バットマンは基本的には銃を使って戦うことはありません。しかしその出来事がきっかけとなってバットマンとなっているため、その出来事を忘れないためにもあえて使わない銃を胸にしまっているということも考えられると思います。ちなみにコミックではこのような場面もあり、子供の頃に心を傷つけられた金属をバットマンとなってからはそれで自らを守るために使っています。撮影現場で撮られた写真はどうやらこれだけではなくて、バットマンがバイクに乗っている写真もあります。ダークナイトシリーズではこのようなバイクではなくてバットポッドと呼ばれているかなりタイヤの幅のあるバイクを乗っていましたが、ここではそのようなバイクではなくてタイヤの幅の狭い普通のバイクに乗っています。全身黒で統一されたバイクはバイクの前面の部分がコウモリを模した形となっており、耳を表すように2つの鋭く尖ったパーツがあります。バットマンはこのようなスーツを着ているとはいえ、このバイクに乗ったまま例えば急ブレーキをしたら胸やお腹にこのバイクの耳が刺さってしまいそうです。このバイクにどんな装備がしてあるのかは写真では分かりませんが、ハンドルの右手の部分には赤いボタンが1つあるので、それを押すことによって何かしらの攻撃ができるはずです。またこの新しいバットマンのスーツを見る限り、これまでのバットマンのスーツとは違って結構手作り感があると思います。例えばヘルメットの部分はバッチリと縫い合わせた部分の線が見えていたり、スーツのそれぞれの部分が全てつながっているようではなくて一つ一つプロテクターのように分かれているように見えます。そしてそれ以上にこれまでのバットマンと一番大きく違う点が、この写真を見る限りバットマンは背中にマントをつけていないということです。これまでのバットマンは背中のマントを使って飛んでいたりすることもありましたが、ロバート・パティンソンのバットマンではこのようにマントがないため空を飛ぶことがないのかもしれません。こちらの写真では両腕に短い矢のようなものもつけていて、ベルトにはこれまで通りいくつものポケットがついているため、ロバート・パティンソン版でもいろいろなガジェットを使いながら戦うことは予想できます。また以前の動画でも言ったロバート・パティンソン自体がこれまでのバットマンと比べてそこまで体が大きくないということですが、一見このスーツを着ている状態を見ますとそこまで目立たないように思います。しかしこのバットマンがバイクを乗っている場面のハンドルを掴んでいる腕を見てみますと、このように少しシワが寄っていたりと体の割に結構スーツが大きめに作られている可能性があります。ちなみにこのバットマンの映画の撮影はスコットランドで行われているようで、他の写真ではこのようにカボチャが写っていたりするのでハロウィンではないかとも言われているようです。バットマン自体コウモリを模したキャラクターということでハロウィンにはぴったりだと思いますが、公開の予定としては来年の6月25日ということでハロウィンの季節とは違っています。今回はついに来年公開のロバート・パティンソン版のバットマンで明らかとなったスーツについて見てきました。皆さんはこのスーツについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。